今世間で話題になっているのはアベノミクスという経済対策なので、そこから話したいと思います。まず不況の原因は不安です。病気、事故、災害、事件、さまざまな不安が将来に待っていますから、備えというものを考えざるを得ないわけです。不安とは心の問題です。例えば灼熱の砂漠で一杯の水はいくらになると思いますか？100万円出しても買えないかもしれません。1000万円でも買えないかもしれません。しかしそこに思いやりを持った人がいれば、水は買えるんです。ただで飲ませてくれるんです。思いやりが人に安心を与えるんです。それを何でもお金で解決しようとする発想そのものが不安と不況の原因なのです。それを踏まえて僕の第一優先の重要政策とは、国としてコロコロ変わらない本物の信頼できるリーダーを持つことです。これは政権補助と重なりますが、何よりも重要なことなので話したいと思います。2つ例え話をします。1つ目は投票先がいつも決まっているある高齢者のお話です。その方はこれまでずっとある政党を支持し、ある候補者を支持し投票してきました。そしてまた選挙の時期が近づいてきて、これまで通りの投票をするつもりと言いました。それ以外の候補者に投票するんだということは考えたこともありません。ところがある日突然、知らない間に自分の孫が立候補することを知りました。孫は電話でこう言います。おじいちゃん、俺世の中の不正に黙ってられないよ。誰もやらないなら俺がやるよと言います。正義感の強い頑固な孫はどれだけ引き止めても出馬を断念することはありません。そして選挙の日がやってきて、このおじいさんは投票用紙に自分の可愛い、そのおじいさんは自分の可愛い孫に投票しました。おじいさんの思いはこうです。この子は悪い子ではない。この子は優しい気持ちを持っている。この子の気持ちを汲んでやりたい。そんな愛情や信頼がおじいさんの長い人生の中で初めてその投票先を変えさせ、二度と変わることのない名前を書かせたというお話です。そしてもう一つはリーダーのいない不幸についてです。それは父親のいない家庭、監督のいない野球チーム、船長のいない船に例えられます。その野球チームではピッチャーがこう言い争います。俺の方が球を投げるのが早いんだから試合は俺が出る。いや、俺の方が変化球を投げるのがうまいんだから俺が出る。両者は延々とこの議論を続け、無駄な時間を過ごすことになりますが、もしそこに信頼できる監督がいて、どちらが試合に出るかを決めたなら、もう一人のピッチャーは俺を選ばないなんてダメな監督だとはならず、俺はもっと球を早く投げられるよう練習しよう、もっと変化球を上手くなろうと、選ばれなかった悔しさを自分にぶつけ努力する方へ向かわせるので、このチームはどんどん強くなるというお話です。この2つの話から信頼の力の起こす奇跡を想像することができると思います。そしてこの国のどんな著名人よりも、政治家よりも、政党よりも信頼の票を集めるであろう天皇の意思による選択と決断こそが、この国にとって最も幸福な道であることがわかるはずです。何をどう決めるかが問題なのではなく、誰が決めるのかで受け止め方が180度変わるからです。僕はこれまでこの国のリーダーとは総理大臣のことだと思っていましたが、いろいろな人の話を聞くうちに、総理とは誰がなっても権力という高価な服を着た裸の王様だったことを知りました。戦後 GHQ の作成した憲法の第1条により、天皇の権力は奪われ、国民との関係は断たれましたが、第96条により民主的な選挙によって本当のリーダーを持つことは可能なのです。原発にしろ、消費税にしろ、 TPP にしろ、財政政策にしろ、賛成反対で争っているだけで時間の無駄なのです。船で航行中、目の前に氷山が迫っているのに、右だ左だと争っていては衝突するのが目に見えているわけです。何事にも良い面悪い面があるのですから、今この国に最も重要なのは、最も信頼されている人物の意思による選択と決断であると言えるのです。日本の国民にとって何よりも重要な政策が、この信頼できるリーダーを持つこと。何よりも重要な政策とは、信頼できるリーダーを持つこと。こう確信しています。